どうも、伊藤新 TV 伊藤慎吾です。イエイイエイ、本日は何回目だか知ってますか？本日は記念すべき第20回です。イエーイ。なんとかね、皆さんのおかげで20回目まで商用図ね到達することができました。とりあえず50回を目標に頑張っていきたいと思います。でマイページポチと。はい、ここまで10秒将棋ね18局指していて、3分切れ負け将棋は1局ということになっています。本日はじゃあ声を変えてやりますかね。今まで塚田さんだったんですけども、今回じゃあ山口恵理子さんでやってみたいと思います。はい、 OK です。じゃあ対局開始と。10秒将棋通常でやっていきたいんですけども、今日は、中飛車か角交換振り飛車でいきたいかなと思ってます。よろしくお願いします。いや、この時間がね。あなたが後手です。私後手ですか。対局開始。後手か。あ、1、2、3。いや、相手に中飛車やられちゃいましたね。ほんとかよ。どうしよう。振るか振らないかですね。4手目から選択を迫られましたよ、もう。3弦でいこう。あ、いい振り飛車。どうなるんだろう。私は右側にね、玉を囲うつもりなんですが。あれ、これ迷うやつだ。今、4八玉と上がると角交換し4五角みたいな筋があったんですよね。この場合は4五角の時に8五角打てるんで。どうしよう。これもしかして左穴熊かな。中飛車左穴熊を狙っているのかもしれませんね。あ、飛車が来ましたか。どうしよう。次ね、8四飛車を狙えるんですよね。今角道通ってないんで4五角の筋は一応大丈夫ということですね。8四飛車には7八銀とか8六とかね、そういった感じで受けがあります。あ、どういうことだこれ。まだね、正体明かしてないですね。勝負しようかな、ちょっとだけ。5六の筋一応あるんですよね。どうなるかな、ついてくるかな。4二玉か6二玉か。6二玉でしたね。自然な方でしたね。これはあの中飛車対三間飛車の相振り飛車になりましたね。いやー、これお互いどう組むかね、難しいんですよね、この後。1、2、3、4、5、6。まあ一回6八と自然に上がっておきましょうか。どういう進行でいくかですね。はい、これはね、1筋受けるのちょっとリスキーなんですよね。3三角から1五歩みたいな感じで仕掛けてきそうなんで、ちょっと1筋は手抜きでいきたいと思います。まあ1五歩と2手使ってくれれば、1筋にね2手使ってくれれば、その間に中央で戦いを起こそうという狙いですね。どうしよう。もう早速動いていきますか。7七銀と上がって6六銀6五銀みたいな感じが狙いですね。さあ、早速選択ですね。ちょっと上がっていきましょうか。5六同歩同飛車みたいな筋怖いんですけど、どうなるかな。5五歩同角、あ、6五銀8四飛車で罠かな。6五銀8四飛車、いや、ちょっと迷うな、これ。一回上がっておきましょうか。いや、これ9六9七7七桂の筋の方が良かったかもしれないですね。微妙なとこでしたね。まあ、6四銀なら7四歩があるということですね。あ、つけそうだけど、ついちゃいけないのかな、これ。まずい。いやー、迷った。7四歩同歩同飛車、7五歩、同銀、7三銀上がるの時に、6四銀、7四銀、ちょっと飛車が捕まってそうだったんで、ちょっと自重しましたね。これじゃちょっとつまんないんだよな。まあ、いいか、ちょっとやり直しますか。ちょっとちぐはぐな展開になっちゃいましたね。5六ついてくるかもしれないな、これは。まあ、ただ5二金左と上がったところなんで、
ちょっと飛車が狭い意味はあります。あ、相手も自重してきましたね。4七金と上がって、まあ、ひとまず高みの囲いを組んでいきますと。ただこちらもね、この2八玉と上がると1筋に近づく意味があるんで、どうなのかなっていうところ。そうなんですよね、そういう狙いがあるんですよね。あとね、8五銀の筋が怖いんですよね。ちょっと角上がり変だったな。まあいいや、これでちょっとやり直そう。ちょっと失敗しましたね。これ9七角7七桂の形なので断定良かったですね。うん、まあしょうがない、気分を切り替えていきます。まあいいや、これで跳ねて勝負していきましょう。多分2五桂って跳ねてくると思うんですよ。それで7四歩同歩同飛車みたいな感じで4五銀が発生するんで、まあ、悪くもないかなってとこですね。あ、1回それですか。これ迷うんだよな。いや9五歩1回ついて、これね、2八玉もあったし、すぐ7四歩もあったし、いろいろあったとこですね。2五歩なら穏やかな展開ですかね。うん、あ、どうしよう。行っちゃうか。行ってみようかな。リスキーなんだよな。行ってみよう。同歩同飛車、8三銀ならまあ穏やかな展開。同歩同飛車、8五歩はかなり急風を告げるっていう感じですかね。すごい危険なんですよ、お互い。同飛車で7五歩だと、飛車が詰むんですよね。捕まっちゃってるんですよ。8三銀ならまあ、7六飛車引いて7四歩みたいな感じですよね。その時8六角より9七角の方がいい。あ、あれで、どうしよう。これ迷うぞ。いや、冷静に引いたけど、どうだったかな。1六同歩、1七歩、6五銀みたいな感じですかね。同銀同桂、8五銀。やっぱ角がね、9七の方がいいんですよ。もう言ってもしょうがないんですけど。いやー、これどうしよう。7五銀でぶつけていこうかな。うん、しょうがないですね。7五銀でぶつけて、ちょっと一手損しましたね、やっぱり。まあ、もうしょうがないです。同銀同角で、7四飛車みたいな感じかな。同角7四飛車。ちょっと失敗してはいるけど、どうなのかな。7四ついてくるんでしょうか。7四歩突かれる手は嫌だけど、飛車でしたか。あれ、これ戦いだな。どうしよう、同飛車。同飛車同歩4五歩と突く予定です。それで、6二角。6五桂も魅力的。6五桂相当魅力的だな、これ。いや、6五桂跳ねちゃった。4五も突きたかったんですよね。いろいろやりたかったんです。これ1七桂成同香1六歩みたいな筋もあるんで、もうすごい攻め合いですね。こちらは一応あの2一飛車と打って7三歩みたいなのを狙いですね。2四飛車成みたいな展開はもうちょっとならない気がするんですよね。次7三歩同桂同桂成同香6五桂で6一飛車成と飛車切って一気に寄せていくみたいな感じのイメージですね。これは4五歩と打っついて結構角が狭いんですよ。ちょっとやってみましょう。3三角はね、5三桂成筋も生じますし、うん、角がちょっと狭くなったっていうことは言えるんですよね。上でしたか。これ3六突くと一応角が詰んでますね。どうなる。まあ、8五歩突きたいところだと思うんですけど、相手の方も。ただ1一飛車成だと8四香ができるんで、うん、微妙かなみたいな。あ、それうっかりしたな、普通に。あれ、日程になっちゃうかな、これ。やば。取るしかないな。あれ、日程っていうか、結構ピンチなのか。いや、なんでこれうっかりするんだろう。ひどかったな。同銀で。あれ、どうしよう。同銀。3七金。困ったぞ。同桂、同桂なり。しのげるのかな。同桂同桂成り3八金と打って、3456、いや手にしてかもしれないですね。これ4七成桂同金5八銀かな。これまで同銀なんですよ。同成桂の時に何か一手あるかどうか。
いや、丁寧に行きたいな、こう。次の3なら銀が通路なんだよな。1、2、3。いや、これ迷う。5、6、7。わからんかった。3三角で5を角成を楽しみに行こう。3七銀みたいな時、同金同成桂5五角成で3七成桂抜く順があるんで、そっち1、2、3、そっち4、5、いや7、渋い手指してきたな。ただ持ち駒相手ないんでしのいでてほしいな、これは。なるほど、金を取って同金に飛車切りを詰みかな。ちょっと端折りましたけど、同金8一成同銀7三金同金同桂成同玉6五桂で金銀銀って持ってるんで一応詰みですかね。うん、まあ敬愛されたら詰まないかもしれないけど、ちょっとやってみます。同銀なら7三金同金同桂成同玉6五桂の筋ですね。で8二あこれ同銀だったら7三金の筋で、これ3三とね8六に角いるんでかなり心強い攻めなんですよね。同金同桂なら同玉6五桂という筋で、はい、やってみます。同玉なら6五桂と打って、3三角とね8六角がよく効いてますよね。これで8二玉の時に7三金って打つのが急所ですね。銀だと9二玉でちょっと早いんで、はい、これは7三金と打ってゴールが見えてきましたね。はい、ビクトリー、ビクトリーありがとうございました。じゃあ解析していきたいと思います。ちょっとポイントのところだけ解析したいと思います。私が後手でしたね。で、ゴール角からの出だしで、中飛車対三間飛車の将棋ですね。で、まあ最近ですと飛車を浮いてから、相手の方ですけどね、飛車を浮いてから角の方に4二玉3二玉みたいな感じで中飛車左穴熊って指し方も結構多いんですけど、今回の将棋は、まあ、素直に美濃囲い対美濃囲いの将棋になりましたね。で、まあ、この辺りは普通だったんですけど、次のねこの7六角あんまりでしたかね。ちょっとプロ的に言うと9六9七角7七桂みたいな、9六歩9七角7七桂とかあって、まあ石田流みたいな感じにして6五銀みたいな目指した方が面白かったかもしれないですね。で、まあ、この辺はお互い前を測っているような状態ですかね。はい、でここから戦いになったんですね。同歩同飛車7五歩みたいな筋がどうかだったんですけど、ここで桂馬跳ねて仕掛けてきましたと。8四飛車は8三銀でちょっと飛車が狭くなるんで飛車を引いて自重して7五銀とぶつけていきました。同銀同飛車で、ここでまあ7四歩とついて7六飛車7五銀とか7四歩6五飛車7三桂みたいな感じで飛車を攻めてくる順も考えられましたね。飛車をぶつけてきたんで激しいことになりましたね。同飛車同歩で、まあ、お互いにそこまで硬くない形なんですよね。こちらの玉は8九飛車から5八銀の筋ありますし、相手の方の方もね6五桂から7三歩みたいな感じで小瓶を攻めていく、はい、まあ、小瓶っていうなんか将棋カフェありますよね。小瓶を攻めていく、王様の左とか右のね斜め上のこと小瓶っていうんですね。で6五桂と跳ねて飛車を打ちました。今見るとそうか、ここで5八銀の方が良かったかもしれないですね。ちょっと苦しかった可能性もあります。まあ、5八銀に対して7三歩と攻めて4九銀なり同銀5八金とかそういう感じが予想されますね。実戦はこれでかなり怖い思いしましたね。この瞬間に5八銀で鋭かったですね。3七の地点が空いたんで結構嫌な攻めになりました。普通は3八銀打ちと受けるところなんですけど、そこで、ね、必殺の一手があるんですよね。4九飛車と金を取ってで、どちらに取っても金打ち一発で詰みというね、これは本当に危ないところでしたね。で同桂同桂なりで金を打って、一応これ桂1枚なんで、まあ、すぐ負けるって感じじゃないですかね。まあ、一応銀を取って同金4七成桂同金で5八銀みたいな筋はかなり嫌だったんですけど、3六桂取って取って取って角打ってと、まあ、この角一応勝因になりましたかね。で桂馬打って桂馬なってと、あとは即詰みになりましたね。はい、いやかなりの相振り飛車の熱戦でしたね。本日もありがとうございました。